ライバルは自分自身だ。3分間に肉体と精神力、いや己の全てを凝縮させろ。松井、噴火前の火山のような不気味な緊張が二人を包み込んでいきます。手をついた。ああ、始まりました。カウンターが数を刻み始めた。順調に回数を重ねていきます。この競技では体格は関係ありません。この先にあるものを手にすることができるでしょうか。中山、スパート出し、ものすごいスピードで腕立て。松井、自分のリズムで進めます。機械のような正確さであります。肩の高さのセンサーまで体を上げないとカウントされません。カウントされなくてもスタミナは減ってしまいます。中山正史、少しペースが落ちたようです。厳しい競争。さあ、ここでインターバル。松井、好きな言葉は努力、好きな言葉は忍耐、こう語っておりました。30秒経過。松井秀喜、腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。30回突破。中山、30回。確実に記録を残せるように頑張ってもらいたい。さあ、ここでインターバル。松井秀喜、おっと、ここはひとまず休みます。クラッシュネイビーからローマンストロング、テンポを落します。おっと、ここはひとまず休みます。ここに来てローマンストロングからクラシックネイビーだ。テンポアップを図ろうというのか。1分、残り2分であります。さあ、ここからが肝心です。松井秀喜、若干のリードを奪っております。中山、スタミナが持たないか。すごい形相で持ち上げる。松井、腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。中山、さあ、ここでインターバル。両腕を交互に回しています。さあ、ここでインターバル。腕を伸ばした姿勢で回復を待っている松井。さあ、クラシックネイビーからローマンストロングへ、テンポを落します。1分30秒経過、半分過ぎました。さあ、ここからが真骨頂。一層気を引き締めないといけない。どちらかはチーフス運命だというのに、双方勝つことのみを信じております。松井、若干のリードを奪っております。中山、少しペースが落ちたようです。鍛え抜かれた筋肉をフル活用。松井、腕にかなりの疲れが溜まっているようだ。中山、一旦ここで動きを止めた。ここで2分、残りはあと1分であります。さあ、いよいよこれからが大詰めであります。わずかな気の緩みも許されない状況です。影響と挫折がまさに背中合わせのデスマッチ。松井、若干リードしております。中山正史、一旦ここで動きを止めた。松井、クラシックネイビーからローマンストロング、さすがにハイペースのままでは持たない。中山正史、疲れたか。まさに鬼の形相。高い突破。松井秀喜、さあ、ここでインターバル。中山正史、一旦ここで動きを止めた。あと30秒、まだ諦めないでいただきたい。松井秀喜、抜け出してまいりました。そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ、テンポを落とします。中山、スタミナが持たないか。エースは落ちたが腕立ては続けます。松井、おっと、ここはひとまず休みます。最後の力を振り絞る。どこにそんな力があったんだ。中山、最後に見せる。まだそんな力があったのか。松井、さすがに疲れが出たか。まるで鬼のようだ。中山正史、ここで3分経過。過酷な3分でした。競技終了です。松井秀喜、この時点での首位は松井秀喜、変わらずキープしている。完全にロス。